やばしな丘、これを探すことに疲れた。疲れました。はい、ようやく着いた遍路小屋です、はい、今ちょうどね秋の時期ということもあってクモの巣や生き物たちの気配を大変感じております。ね、今私たちは別格の海岸寺さんに寄りまして、その後にお遍路小屋第29号多度津岡の山というところに来ております。今日はですね、四国88箇所遍路小屋プロジェクトを支援する会香川支部長の亀山さんにお話を聞きたいと思います。亀山さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。この小屋は、遍路小屋プロジェクトのホームページにも拝見させていただきましたら、はい、遍路文化を子どもたちに伝承したいということで、はい、思いが強く子どもたちが主役で作られたという、そうです、はい、遍路小屋なんだそうですね、はい、後ろのこのタイルは子どもたちが描いてくれたんですか。そうです、はい、この近くに民保育所さんがあるんですけど、はい、そこの園児さんたちが、はい、みんな絵を描いたりお花を飾りたいということで、はい、お遍路さんを元気づけたいという気持ちで皆さん作って焼かれております。なるほど、かわいい子どもたちの直筆の絵が描いてありますね。そしてこの反対側には小学生の子どもたちの絵があるんですよね、はいはいはい、では今度はそちら側をちょっと見ていただきましょう、こちらは小学生の子どもたちが作ってくれたんですね、はい、そうです。これよく見るとお遍路さんになってます。はい、こちらお遍路さんです。そう、はいはい、それとこの山が、うんうん、この近辺の人たちが桜並木にしようので、はい、桜を植え出しましたので、はいはい、桜と、はい、こちらの方が善通寺さん の, 五重の塔をモチーフにされて、はい、 あちら方向を見ているので、はいはい、皆さんが一生懸命合作されて、はい、作ったものです。そうなんですね、はい、この29号は仏母院さんからですと大体どのぐらい、大体1キロぐらいですね、はい、はい、別格のお参りをして仏母院さんから来るとここちょうど立ち寄ることができるかと思い、文化として伝えていきたいことってやっぱり一番どんなことがありますでしょうか。やっぱりね、うん、どなたにも優しい気持ちで、うん、おもてなしをしてあげる心を育てていきたいなというのがね、うん、お父さんお母さんおじいちゃんお母さんされたことを背中見ながら育ってほしいなという気持ちです、うん、なるほど、はい、そういうお接待の優しさ、そして思いやる気持ちですね、はい、子どもたちにお遍路文化とともに私たちも伝えていける、そんなお遍路さんの一人でもありたいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、ぜひお遍路小屋29号多度津岡の山、お近くお通りの際には立ち寄ってみてはいかがでしょうか。亀山さん、お忙しいところありがとうございました。いえいえ、こちらこそお気をつけて。はい、何いただいたんですか。ティーライスもらいました。あ、よかったですね。からそうですね。もう汗かいた時にこうやってお飲み物いただいたりとかすごくありがたいです。どうもありがとうございます。さあ、しっかり休んで次に行きましょう。